平野の仕様、ジュービーンでの異変の不マンメグ発 CM 打ち切りとの深いシンクロ。11月25日、ジャニーズ事務所の滝沢秀明氏が率いるエンターテインメント会社、とべ、の公式 YouTube チャンネルで、新番組、ジュービーン、が生配信されました。この番組は、三宅県。 北山広光、そしてナンバーアイの平野仕様を含む12人のメンバーが一堂に会し、スタジオトークとロケ企画の鑑賞会が行われるなど、幅広いコンテンツで視聴者を楽しませています。番組内容のハイライト。初回では、イムップのメンバーが回転寿司チェーン店と化粧品メーカーコース、構成の店舗を訪れ、 スタジオで飛べタレントに寿司を実際に食べさせてタイアップ商品、10B 参冠盛りを作成するなど多彩な企画が展開されました。特に注目されたのは11月27日にナンバーアイがグループの公式 YouTube チャンネルに初動画を投稿することや次回12月24日の放送では 呼べタレントがハワイでの滞在中に行ったロケの様子が配信されることが発表されました。構成ロケでの異変。しかし、構成ロケの際には平野仕様に関する興味深いエピソードが生まれました。構成ロケの VTR では、他のメンバーが映る中で平野だけが映らないという状況が発生。 また、ロケ後のスタジオトークでもナンバーアイが感想を話す際、人流児しか話しておらず、平野は極力目立たないようにしていたようです。後成との背景に広がるシンクロ。この異変に対して、SNS 上では様々な声が上がりました。特に後成がトべの番組のスポンサーを務めていることから、旧ジャニーズ事務所のファンの中には荒れる声もあります。 2023年には、後世が旧ジャニーズタレントを CM に起用していましたが、ジャニー北川氏の加害を認めたことで契約を更新しない方針を発表。その後、テレビ CM は打ち切りとなりました。ジャニーズファンの反応。これにより、ジャニーズファンの間では、後世はジャニーズダメなのに飛べとはコラボするの複雑、といった声も上がり、一部で物議を醸しています。 後世が飛べのスポンサーとなったことに対し、ジャニーズファンの中には違和感を覚える声も多く寄せられています。後世と飛べの関係の複雑性。これに関連して、後世が飛べのスポンサーとなったことに対し、一部の声では、とべも元ジャニーズですが、といった疑問も見受けられます。特に、 ジャニーズ事務所に在籍していたタレントが飛べとの関係を深めることで一部のファンにとっては複雑な状況となっているようです。平野仕様の異変の理由。なぜ平野仕様が構成ロケに触れなかったのか、その理由について考察してみましょう。まず、 厚生ロケの VTR で平野が映らなかったことに関して SNS 上では平野くんがワイプで映らなかったけど別の化粧品会社と CM か何かある感じかなといった声が広がっています。構成との契約進行中の可能性。 一つの考えとしては、平野市用がすでに他の化粧品メーカーと契約を進めている可能性があるという点です。ルービーンは生配信でありアーカイブが残る、ため平野が構成を推しているような映像を残したくなかった可能性が考えられます。トベとの新たな契約の可能性。 もう一つの可能性は、平野市用が後世との契約を進めている最中であり、まだ契約が完全に決まっていなかったり、情報が解禁されていない段階で後世の商品に言及するのを避けた可能性です。t o o b が生配信であるため編集でカットが難しく慎重な態度が取られた可能性があります。 初回から注目された異変について平野紫耀が構成ロケに触れなかった理由には複数の要因が考えられます。後世が旧ジャニーズタレントの CM を打ち切った経緯や、戸辺がそのスポンサーとなったことで、一部のファンの間で物議を醸している中での出来事であり、今後の戸辺と後世の関係や平野紫耀の新たな CM 出演に注目が集まります。